と外は雨が降っているので、キッズエリアに行ってきます。そう。で、予約とかも何もせずに、とりあえず現地でチケットを買おうかと思ってます。今がね、ちょっと朝もゆっくりのんびりして、支度が遅くなってしまったので、もう10時近くって、おそらくね、キッザニアもうすぐ始まるんじゃないかなと思います。ね、でもいいよね、遅くなってもね。うん、3時くらいまでしっかり遊ぶか、もしくは4時から入るコースで楽しんでいきたいと思います。行ってきまーす。今回ね、こっちに来る直前にエスパルのね、地下1階の雑貨屋さんでこういうものを見つけて、グルテンフリー、卵、乳製品、小麦不使用、遺伝子組み換え原料不使用ということでね、なんか体に良さそうなのでちょっと買ってみました。味はね、すごい素朴な感じで、ガーリックもね、よくあるおやつのガーリックじゃなくて本当のガーリックを乾燥させて粉にしたっていうね、そんな感じのガーリックの味がします。もしよかったらおすすめです。ニコタン結構気に入ってるみたい。イエーイ。当日券は今の時間の当日券買えるのかな。何にも考えずに来ちゃったけど、せっかくねキッザニアに来たんだけども、なんとね3時までのね当日券が売り切れていて、ちょっと今すぐには入れないので、今日はねスターフレックスパスっていうのを買いました。2時間で、子供がね1900円かな。で今日はねそれで4時から入りたいと思います。なので4時まではね、ちょっとあの他のところでね、お昼食べたり、他のところで遊んだり、ちょっと買い物をしたりして時間を潰したいと思います。ニコタンごめんね。残念。でも後で絶対楽しいから。そこまで倒しちゃうと起き上がれないのかな。あれ、俺はあったよ。本当だ。ランチ定食で、はい、焼き餃子で、ニラとニンニク入れていいですか。あ、はい、大丈夫です。そぼろ卵ご飯お願いします。で、キッズプレートでお願いします。キッズプレートお持ちをつけます。お一つお好きなのどうぞ。何があるの。すごい、美味しそう。トマト餃子じゃないかな。うん。うおー。うまずベビーカー置きに行くよ。
空港のやつで、飛行機のやつですよね。はい、飛行機のキャビアテンダントとパイロットの仕事です。はい、予約してもいいですか。はい、こちら、はい、ジョブスケジュールカードを持ってこちらからお子様に。ジョブスケジュールカード、黄色とかオレンジのカードなんですけども。ジョブスケジュールカード、ごめんなさい。ベビーカー先に置いてきてもいいですかね。ベビーカー大丈夫です。すいません、ありがとうございます。そうこうしてる間にキッザニアの中に入ってきてしまいました。もうね、ニコタンもね、先に並んでます。あそこにニコタン並んでます。結構ね、大きなお姉ちゃんもついててくれたので、去年はすごい楽しめたんだけど、今日はね、一人だからちょっと心細そうな感じ。なんか聞いてる。ちなみに、キッザニアのエントランスを入ってすぐ、右側にこのね、キッザニアインターナショナルエアポートっていうアトラクションがあって、これが結構おすすめなんです。もうね、私入ってすぐにもうここに並ばせてね、でそれからベビーカーを置いてきたんだけれども、ここのねアトラクションがめちゃめちゃね可愛いんです。女の子は特にキャビンアテンダントさんの服を着せてもらえるし、男の子はパイロットの格好させてもらえるし、でね、ちゃんとお仕事したっていう感じがあって、すごいね、ここおすすめなんです。Very good, everyone. Fly towards the red circle. Kari san, Niko san, Fuka san, no more. Towards the red circle. Would you like me for fish? Fish, please.うちはちょっと困るので、ちょっとここはスルーして、
ここは新聞社、取材して新聞記事を作る、新聞を作るんだって見てた。ここ旅行会社だってよ、ほら旅行のプランを考える。すごいね、旅行のプランを考えるの。ここではクッキングやってるね。ここでクッキングやってるってことだけ覚えといて。じゃあ、サラダショップだって。そしてあと NTT ドコモ、ロボットのプログラミングを行うそうです。あとはヤクルト、なんだろうね、乳酸菌の開発かな。なんか面白そうだね。ロッククライミングみたいなの、これも面白そうだよね。これすごいね。リコリン、これできるかな。ここは冷凍食品を開発するだそうです、日霊さん。ここ ABC クッキングスタジオはお客様の注文に合わせて料理を作るだそうです。じゃあこんな感じでちょっと下見をしたので、元いた場所に戻りたいと思います。Guess you can say it's ours. You fine like, let me just say you gifted. No understatement, let me rephrase it. You so exquisite, I'd be dumb if I didn't turn you into my missus. Been through your ups and downs, but with me you only get lifted. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine.